ニュージャージー州エリザベス港のコンテナヤード、中条駅のコンテナヤードコンテナヤード、または THC はこのコンテナヤードの利用料である。なお、小口貨物のコンテナへの混載作業はコンテナフレートステーションというヤードに併設されている作業場で行われ、これは CFS チャージとなる。コンテナヤードはコンテナを利用した輸送物を中継する際に その両方の輸送手段が共にアクセスに利便な広い場所を確保し設営されている。港湾施設、駅に併設されていることが多い。トレーラーが出入りするゲートの内側では、コンテナはストラドルキャリアやトランステナーなどの二役機器によって段積みで増置され、コンテナ船やトレーラーに乗せ替えられるのを待っている。冷凍コンテナや危険品は専用の区画へ増置される。 陸上運送から海上運送に積み替えるコンテナヤードはマリタイムコンテナターミナルと呼ばれ世界中の大規模港湾の埠頭に併設されているコンテナはガントリークレーンという大型クレーンで船積みされるインランドコンテナターミナルは内陸部の都市や工業地帯の近くにあるコンテナターミナルであり海から遠い荷主の便宜のために運営されている埠頭で船から鉄道 トラックに乗せ替えられたコンテナは、鉄道駅やインターチェンジなどに接した内陸のコンテナヤードに運ばれ、通関され荷主のトレーラーに引き渡される。ありがとうございます。